写真家の原田正孝です、まあ、リッチーです。大ちゃんです。はい、はい、雑ですね。、はい、今回の、はい、じゃあ勝手に人生相談、はい、いきますか。いきましょう。ますよ、はい、じゃあいきますよ。はい、糸こんにゃくと白滝の違いは何ですかっていう熱いお便り届いてます。あ、はいはい、お便り届いてんけど、うん、はい、な、それはもうその簡単やん。あ、もうすぐ解決ですか、これは。地方や、地方に認め方が違うだけちゃう。あ、そういう意味ですか。困ってますね。いや、あと成分が違うのもあるかもしれんけど、はい、いや、成分多分一緒ですね。僕が想像するのは、もともとあの白滝っていう名前やったんですよ。なるほど、なるほど。ただそれじゃあ、その白滝取ってくれへんって言ったら、白滝って何っていう、はい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 、多かったから、そうですね、糸みたいなこんにゃくあるやろみたいな。あ、分かりやすさを優先した結果、生まれた言葉が糸こんにゃく。じゃあ、俺は違うな。はい、無理しなくていいですけど。いや、こんにゃくをな、はい、もう最初作ってて、はい、端っこがもう余ったわけ、いっぱい、うんうん、ほんでまあまあちょっと細かく刻んで食べようかで、それで糸こんにゃくって言ってたんやけど、うん、ある時、はい、アーティストが、はい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 、これは白滝のようだなと、白い滝のように見えるなと、まあ、こんにゃくアーティストが作りそうなもんではありますよね。こんにゃくアーティストじゃない、じゃあ普通のその、あの、いや、だからそれはそうやと思うんですよ。それで白滝ってことが生まれて、ああ、なるほど、はいはいはい、生まれてそれがもう白滝っていう名前やったんですよ。ただ、いきなり技術から始まってたら、一般人は、あ、分からへんから、糸のこんにゃくやつ、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、いや、それはもうええかもしれんけど、はい、あの、だって、白滝って、うん、白い糸こんにゃくだけの話じゃないの。逆に、黒い糸こんにゃくもあるよな。そうなんですか。僕、白しか見たことないんですけど、いや、ある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 、ある、ね、黒なんかあるんすか。ということは、黒っていうか、普通のあのグレーのこんにゃくってことですか。そう、あの翻訳こんにゃくの色、あのドラえもんが出すやつの色、あの色な、あの色、うん、はい、だから、はい、そうやんが、あの糸こんにゃくっていうのは大きい意味や、ガワッと、まあ、うん、はい、でその中の、うん、こうジャンルとして白滝があるじゃん。えらい白滝、白滝特別扱いや、特別扱いされてるんですね。うん、なんか特別なこう色を抜く工程が大変なんちゃう、はい、高級なもんなんちゃう。あ、わかった。あ、わかる。ピカーって頭光ったで。わかるんすね。わかりました。うん、あ、わかった。うん、あのね、うん、結んだ時点で白滝じゃないですか。結んでなかったら、うん、これ糸こんにゃくなんちゃう。え、コンビニで売ったのなんていう。あれ白滝ですよ。白滝って言うてんじゃん。あれ白滝。うんうんうん、地方じゃないことやな、うん、まず。あれ、あの、結んでる、うん、結んでる、はいはい、うん、あれ白滝じゃないですか。ちょっと答え結んでなかったら糸こんにゃくです。はいはいはい、ちゃうかな。答えちょっと言って。答え今ですか。いや、ちょっと待ってください。ググってや。みんなこれ人生相談でもなんでもないけどこれ。でも困ってはるんですよ、うんうん、困ってはるんですよ。白滝と糸こんにゃくの違いが何かっていう。俺そっちでいくわ。じゃあ黒いやつが結んだっても白滝言うわけ。白滝はだから白いやつですよ。黒いやつが結んでたら俺は白滝。黒滝なのか。だ、うん、あのくくってない、うん、あの糸こんにゃくは、うん、白糸こんにゃく。白だろうが黒だろうがもう糸こんにゃく。くぐってなかったらもう糸こんにゃく。なるほど、うん。くぐってあるだけで、もうそれで角がゴーンと上がるわけな。もう白だけです。はいはいはい、一手間加えていいんやから。まあ一応ちょっとじゃあ言いますよ。はい、白滝と糸こんにゃく、うん、どちらも成分は同じです。はい、白滝も糸こんにゃくもこんにゃく芋を粉にして、うん、石に。はいと書いて、あの、ちちってどういう読み方ですか、これ。で、どういうこと、どういうこと。クリップさん読んだけで。石に、うん、石に。石灰乳。難しいですね。石灰よね。はい。え、なん、この最後のちちが難しいですね、読み方が。石灰乳美味しくない。はい。分からない。なんかをまあ、混ぜて固めたものらしいんです。うん。ただし、両者は加工法が少し違います、はい、白滝はこんにゃくの液をところてんのようにつき、うん、細くしてお湯に
離して固める、うん、これに対して糸こんにゃくは固まってこんにゃくになってから突き細い面状にするのです、うん、そもそもつまりこんにゃくになる前につくのが白滝でこんにゃくになってからつくのが糸こんにゃくという、うん、いやこしらしいですね。どうでもええわこんなもん。もともこもない。いやそれ、はあはあ、結構勉強になりましたよ。糸こんにゃくが黒っぽいのは粗め海藻やお茶などで着色しているからです。うん、白滝の白はこんにゃく芋の粉そのものの色らしい。そうなん。そうなん。白の方がその素材に近い。そうなんね。はいはい。見た目で言うと白くて細いのが白滝で黒っぽくて太めなのが糸こんにゃくですって。もう一回白くて細いのが白滝、黒っぽくて太めなのが糸こんにゃく、全然ピンとこない。そうなんやってならへん、ならへんな。肉じゃがとかに入ってる糸こんにゃくっていう話になるわね、今の話やったら。で白滝入れたらおかしになるわけ。いやおかしくはならない。同じ、もともとどちらも成分同じって言うてるから、まあ、どっち使ってもいけるんちゃいます。住んでるかも住んでないかじゃない。それは関係なかったね。はい、はい、アーティスト書いてなかった。アーティストは書いてなかったですね。こんにゃくアーティスト出てこなかったですけど、まあそういうもんらしいです。あ、そう、はい、これは珍しくでも解決しましたね。あ、まあまあでも、あ、そうなんだ。そう、まあまあまあ、まあ、はい、旅に出ることもなく解決しましたね。旅に、おう、まあ、はい、どうでもええわ言うたら、こんにゃく業界とか、ここでやんな、こういうやつ、はいはい、まあでも、いや、なるほどな、はい、そういうこと、はい、糸こんにゃくと、チャラ滝はそういうことだ、そういうことか、よかった、はい、ん、まあ、今回は、じゃあこんにゃく、はい、ありがとうございました。いや、勉強になりましたね。勉強になりました。知ったところで